放送席、どうぞ。うぞ十両優勝の金海山関です。おめでとうございます。ありがとうございます。ご当初の場所での十両優勝ですが、今場所はどんな気持ちで土俵に上がりましたか。うん、そうですね。まあ。いつも通りですけどね。はい。幕内から下がるという形になったんで、まあ、奮起の気持ちもあったと思いますが。はい、やっぱ、それは一番。ありましたけど。今日は目の前で朝青龍関が。 えー、敗れてですね、一番に優勝かかったんですが、いい相撲でしたね。えー、まあ、向こうもね、元気いいんで。まあ、二番取るつもりでいったら、やっぱり。ね、こういうことがあって。まあ、一番かけてい。いい相撲だったと思います。今場所全体にいかがでしたか。うん、そうですね、まあ、やっぱり。まあ、今場所というか、その稽古が本当によくできたんで。 その巡業優勝は稽古やって、本当その結果が本当出たなっていう感じで、あの定年を迎えられる部屋の若い者方への出馬先さんもですね非常に喜んでおられました。あ <laughs> そうですか。はい、まあ良かったですね。さあ新しい年二十一世紀ということになりますが、改めて目標をお願いします。そうですね。まあ重量まあ重量優勝でこういう風うにねインタビュールームを言われるんですけど、まあ、ね、もっと上で。 ヒーローインタビューを受けられるようなところで相撲を取ってまたここでできるように来年は頑張りたいと思いますぜひ頑張ってくださいはい。ありがとうございます金海山崎でした放送席どうぞはい確かにその通りです三回目の十両優勝ですが北の石さんもう十両優勝はいりませんねもう、はいいですよね,ね来場所はしかし番付はかなり十両の筆頭ですから前頭のまあ少し上の方までいきますがなんとか えー、もっと上を目指して確かに今本人も言っていました上位を倒してのインタビューというのも聞いてみたいと思いますふ、まあ、普段非常に明るい金塊山関で、えー、金ちゃん、金ちゃんなどとも呼ばれていますがその明るさそれを今度は相撲の方にぶつけてほしいと思います借り手まで内閣を倒そうというのは理解できない内閣不信任決議案は見事に否決してみせると述べました。その上で加藤氏と 加藤氏と同調するとしている山崎元政務調査会長に対し文書